石の用途雑談。人間年を取るとだんだん若い友達がなくなる、若い仲間がなくなる、若い話し相手がなくなる。私のように80歳になると、これが極端にもう老人同士だけの付き合い、あるいはもう老人同士の付き合いもなくなる。精神的に孤独となる。社会と孤立する。だんだん気分弱くなる。世の中もわからなくなる。これは考える方によると普段の生き方が悪い。やはり年取れば取るほど若い人間の仲間、若い仲間を作る、若い仲間と話し合う、積極的に出ていくということが大切である。じっとしていると孤立する。社会的に孤立する。皆さんもよく注意してほしい。特に老人たちはどんどん前へ出ていく、どんどん外へ出ていく、どんどん仲間を作る、どんどん話し合う、どんどん趣味を持つ、どんどんグループに参加する。これが大切で、これが自分の身を守る、あるいは身を守るだけじゃなし、自分を成長させる、元気にするということであるけれども、私の友達を見ていても、私はもうすぐ正月が来ると90歳、卒寿である。昔風で言うとこの年齢になると友達でもう孤独になって消極的になって、社会へ出るのを、外へ出るのを恐れている哀れな友達が随分増えてきた。こういう人間が増えれば増えるほど、この世の中、少子高齢化の悪い結果が出てきたということになる。やっぱり心がけよう。前向きに生きることを心がけようと言いたい。若い時からそのようにするのが良いと思う。